おはようございます。私が日井調理専門学校生活担当の藤井と申します。よろしくお願いします。私はですね、調理師学校を卒業後、宮古ホテルに入社し、その後を突出しまして2年後生活店10年ほど勤めて、その後、ヒルトンホテルを最後にこちらの方の専門担当になっております。先生、今日は何を作りますか？今日は2色のブドウを使ったチーズ風味のタルトを作ります。それはどんなお菓子ですか？はい、タルト生地を使いまして、その上にアーモンドクリームを入れて、で、干しぶどうを植えます。それを焼きまして、チーズ風味のカスタードを絞りまして、2色のフルーツ、ぶどうを添えて仕上げです。はい、では早速始めましょう。はい、クレームダマンドを作るよ。はい、今からクレームダマンドの仕込みを始めます。材料の説明をいたします。バター、粉糖、アーモンドパウダー、卵、ラム酒ですね。はい、今からアーモンドパウダーふるいにかけます。次に粉糖もふるいにかけます。粉糖の方はボウルの方に、でバターはポマード状で指で押さえて指が後がつくような戻したものを使用します。バターと粉糖をすり合わせまして、ゴムベラでこのように、すり潰すというか押さえてなじませますね。粉糖がなじんでバターが全体同じような硬さになりましたら、ここにアーモンドパウダーを入れます。これも同じように上からすりつぶすよ、押しつぶして、でそこへ、常温に戻した卵を少しずつ入れます。卵を数回に分けて入れています。卵が全部入りまして均一な生地になりましたら、最後にラム酒を入れます。はい、これで出来上がりましたので、一旦冷蔵庫の上で冷やします。以上で、クレームダマンドは出来上がりですね。タルト生地の仕込みをするよ。はい、今からタルト生地を仕込みます。材料の説明をいたします。バター、粉糖、薄力粉、ベーキングパウダー、塩、卵でございますね。はい、じゃあ粉をふるいにかけます。ベーキングパウダーですね。続きまして、ボウルの方に、バター、これも先ほど同じように指で押さえてこのように軽く押して、後がつく。でボウルに入れていただいたら、このように全体を同じような状態にします。そこへ、粉糖を入れます。粉糖も一度ふるって入れます。はい、で塩で粉糖を入れます。まあ、周りを崩すようなイメージで寄せていきますね。でここで一旦バターが締まりますので、ちょっとほぐしてください。ここで、そこへ、卵を数回に分けて少しずつ綺麗に混ざって馴染んだ状態になりましたら、また次の卵を加えますね。このようにきれいに混ざりましたら、ここの中へ、薄力を入れます。夏場の場合は薄力を冷蔵庫で一旦冷やしたものを使った方がよろしいです。で切り込むように周りから落としながらさっくりとですね、まあ、イメージとしてはバターを切り込んでその表面に粉がまぶるような、そんな雰囲気ですね。徐々に粉気がなくなって全体がこう一塊になりましたら、ここで止めますね。マット上に一旦広げます。ここでもう一度これをこねるというか、このように、これで全体均一になりましたので、
これをラップにくるんで、冷蔵庫の方に移します。全体が冷蔵庫の中で均一にまんべんなく冷えてくるようにですね、一旦これを薄くしておきます。これで使用時まで冷蔵庫でしまっておきますね。カスタードクリームを作るよ。はい、今から、カスタードクリームを作りたいと思います。材料の説明をいたします。卵黄が2個、牛乳、チーズ、バター少々、薄力粉、グラニュー糖、バニラ棒ですね。でバニラ棒は最初にこの縦割りで半分にします、ね、で中をこのようにえぐりまして、鍋の方に棒も入れます。はい、そこへ牛乳で、次に薄力粉を振っておきます。はい、ボウルに、卵黄を入れます。でそこへ、グラニュー糖を、砂糖が溶けるまですり合わせますね。グラニュー糖が溶けてツヤが出てきました。それをもう少し混ぜると白っぽくなりますので、はい、このようにすり合って白っぽくなりましたら、ここへ、薄力粉を入れますね。粉気がなくなりましたら、このようにここで止めます。次に牛乳を温めます。火力は手をかざしてもらって、ソードの手が熱くないぐらいのところで止めておいてくださいね。鍋が周りがふつふつして、このように湯気が立ってましたら、一旦火を止めます。それをですね、先ほど混ぜておきました粉の方で少し入れます。これは最初に入れて全体きれいにこのようにすり合わせができる量です。はい、全体にこのようにこうとろっとしましたら、残りの牛乳を、鍋の牛乳を注ぎ入れながら合わさりましたら、これを一旦こします。それを再びガス台の方に入れまして、ここで炊き上げます。で木べらで底を削るような感じで生地を、そうしますとこのように木べらにくっついていきます。そうしましたらこのように全体をつなげるような感じで、そうすると一旦このように全体きれいに混ざります。そこからちょっと強火にして沸かします。それで若干火力を強めまして、はい、一旦このように混ぜて、鍋底がこのように外れてくるようなところまでやっていただきます。そうしましたら先ほどのバターチーズを入れますね。この時は火を消してですね、温まった余熱だけでチーズとバターを溶かして混ぜ合わせますね。すごいチーズのいい香りがする。チーズが溶けて混ざり込んだら、これを冷やします。でこのようにバットの方に素早く入れまして、上からラップをかけまして、同じタイプのラップで上から押さえます。こうすると均一的に伸びまして、素早く全体が均一的に冷えますので、はい、これ一般冷蔵庫へ入れます。カスタードをこします。今から先ほど作りましたカスタードをこします。滑らかにするためですね。きれいにできてても必ずこしてください。口当たり良いですね。上から押さえて少しずつ潰しながらこすと、そういう感じです。こせましたら一度練りますね。
腰を切るというイメージで、そうしますと少し艶が出てきますので、ね、このように艶が出てきますので、切りシュワッサーを入れますね。そうしますとさらに、滑らかね、口どけのいいクリームに仕上がります。このような感じになりましたら、ここまでで止めていただきます。タルト生地を作るよ。今からタルト生地を用意して、使用している粉は強力粉です。全体がこのように均一になりましたら、これを今から綿棒を使ってのしていきます。この大体幅に合わせまして、均一にのせましたら、そうしましたら、ね、フォークを使って、底が見えるほど穴を開けます。ね、こんな感じですね。もう一個取ってもいいですか。型を変えて、このようにサイズに合わせてタルト生地を切りますね。中に押し込むようなイメージで、周りの余分な生地をナイフの背中でこのように切り落とします、ね。そして、ここの溝に合わせて指を当てがって、はい、こんな感じですね。はい、先ほどと同じようにフォークでちょっと大きめですね。これは焼いてる間に穴が埋まらないぐらいに開けといてください。ここに空気がそこに溜まってますと、生地が上に浮きまして火が通りませんので、こんな感じですね。ダマンドを詰めて焼きます。タルト生地にクレームのダマンドを敷いて焼くとこまでやりますね。しぼり袋にクレームのダマンドを入れまして、口金は10番。そうしましたら、型を押さえて、潰すような。これで、クリームを絞りまして、中に、ラム酒漬けのレーズンを埋め込みます。埋め込んで、これで焼きます。皆さん今日はいかがでしたか？実は私も日英のオープンキャンパスに来て入学を決めました。今は日英の女子として働いてます。日英では調理だけではなく楽しく成果も学ぶことができます。本日はオープンキャンパスに参加していただきありがとうございます。本日はオープンキャンパスに参加していただき大変ありがとうございました。本日のお菓子はいかがでしたか？お菓子で迷ったりとか分からなかったことありましたら、また次のオープンキャンパスに参加していただき質問していただければありがたいです。それではまたごめん生徒が出たら笑われちゃう。そうですね。何やってんですか。それではまたオープンキャンパスに来てね。ありがとうございます。よかったです。では先生、あと最後仕上げとらない。